こちら東京渋谷教育対策スクール SLC の矢田でございます。語源、スペル、確信で暗記する英単語の授業、40回目の今日の単語はですね、スタディです。もちろん意味はご存知ですよね。勉強、もしくは勉強するでいいと思います。そして TOEIC にはですね、もう一つこの勉強に近い意味で出題されることが多かったですね。それは研究、もしくは調査。もちろん動詞で研究するとか調査するという意味でもいいかと思います。ですのでこの study、 勉強するというイメージをですね、少し持っていただけますと、それの派生で研究もしくは調査につなげることができると思います。そしてできればですね、もう一つ名詞の意味で押さえていただきたいものがあります。それはこれもイメージしていただけるとですね、よろしいかと思うんですが、皆さんが勉強、研究、調査をしている場所、もしくはそのお部屋ですね、そのイメージを持っていただきますと、書斎につなげることも難しくないかと思います。ですので鍵語としてですね、スタディに関しては勉強以外に研究、調査、そしてプラスアルファして書斎、合わせて押さえてください。でちなみにスタディですけども、こちら公式問題集グレーの2でございます。それのテスト1パート5の回答冊子45ページにも掲載されておりますので、ぜひ参考なさってみてください。そして我々はですね、皆様のスコアアップ、こちらにつながるようなですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。